日本統治時代の三線道路。中央の車道とその両側に歩道を持ち、それらは街路樹で仕切られる。三線道路は台北市の旧城壁の跡地を利用して作られた道路。日本による台湾統治の時代における台北市区計画で台北城の城壁を撤去した跡地に作られた。城内を囲む城壁の跡地であることから、かつては城内であった区画の四方を囲む。 形の4本の道路からなり、東西南北はそれぞれ現在の中山南路、中華路、愛国西寺、ただたか西寺の各道路にあたる。ただし、完全に東西南北方向を向いているわけでなく、20度ほどずれている。この傾きは、新潮時代の台北城建設の際に風水を考慮した結果と見る説が有力である。完成年代であるが、 資料によって移動があったため平記する。1909年とする片山資料と1913年とする川本ら資料がある。同じく1913年としている越沢資料では注釈において複数の原資料に食い違いがあることを認めた上でこの年を正しいと思われるとしている。前景の川本ら資料によれば城壁の撤去は1九百年開始。 三線道路の建設は1910年に開始し1913年完成という流れになる。この際、西壁に付属していた西門は撤去されてしまったが、その後、小玉健太郎と後藤新平の指示により他の門は城壁撤去後もランドマークとして残されることとなった。道路のプランは台湾総督府の儀士、お辻二吉の弁を借りれば、ライプツヒの 散歩道路に範を取りたるもので、中央の車道とその両側に歩道を持ち、それらを街路樹で仕切る形態を取ったことから、参戦道路とされた。民政長官、後藤新平の指示も、パリのシャンゼリーゼ通りのようにという注文であったようで、この公園道路という発想は欧州あるいは、すでに官庁集中計画のあった日本本土の影響を受けていると考えられている。 当時の道幅は狭いところで45.5メートル、広いところでは81.8メートルとも72.7メートルとも言われる規模であった。城壁を撤去した跡地を環状の公園とする計画案もあったが結局、公園の属性も持つ参戦道路になったという。新潮時代の城壁という四角平面を流用し、日本が作った参戦道路の平面は、 第二次世界大戦が終結し、日本が去った後も現在に至るまでそのまま継承されている。ただし、中華路に関しては中国から逃げてきた国民党兵,兵が速道にバラックを立ててしまい、その後のスラムクリアランスで中華商きい場が建設されていた。その後大鉄縦間線の地下化が行われて、線路跡がバス専用道路となり、さらに、 台北都市運番南線の建設に伴い1992年に中華機内板が撤去され、それらの工事が終わった後に参戦道路の形で再整備が行われている。ありがとうございます。